けは、まあ、祖父と父の影響ですね。でまあ小さい頃からまあ身近にあったの でそれでまあ大学卒業するときに、まあ、進路を考える上で、まあ、生け花をやろうと、まあ、決心しました。まあやはり雰囲気がものすごくありますよね。まあ、この場所自体が。ですので、まあ、そこの雰囲気も踏まえて、まあ、どういった作品にしようかなっていうのは、すごい、まあ、ちょっと悩むところでございますね。というか、まあ、ちょっと、その、まあ、今という、まあ、時代というか、まあ、ね、時期の中で、まあ、いろいろ溜め込まれているものですよね。っていったものを、まあ、凝縮させて、で、まあ、晴れて、まあ、自由の身になったとき、まあ、コロナ禍が収まったときに、まあ、一気に発散させるような、ちょっとエネルギーを、まあ、作品に、として、まあ、表現させたらいいかなと思っています。